ミーミーチャンネル始まるよ。あー、ミーミーが帰ってきたぞ。じゃ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 ーん。いた。おかえり。シェシェ。シェシェ。シェシェ。今日は何の日ですか。鬼滅の刃の映画見ろ。やったー。楽しみにしてた。うん。大丈夫。今日はミーミーとママとカメくんで鬼滅の刃の無限列車見に行くんだよね。あれ、ちょっと開けてよ。興奮してます。ミーミーチャンネルのミーミー興奮して倒れました。鼻息が聞こえます。宿題をしていきたいと思います。はい、今日はどんな宿題なんですか。明日漢字のテストがあるので、あ、ミニテストね、前の練習です。めっちゃすぐ終わる。ミニテスト。漢字は得意ですか。いいえ、苦手です。得意な科目はゼロ。得意な科目ゼロ。うん。図工とかはどんな宿題か、では見てみましょう。家用の絵、筆箱に。夫は音楽家だ。おー、書きますね。医療品を買う。いや、もっとはみ出さないように書いた。それちょっと違うよね。大変だね。あ、医療品、あれ、なんかさ、嫌だよね、うん、何が。消しゴムで消すの嫌だ。消しゴムのカスが嫌だ。なんかさ、手でさ、こうやってやったらもう消えてほしい。いいね、そういうのいいね。そういうパワー欲しいよね。用品の量は分かりますか。え、それ違うでしょ。惜しい。あ、分かった分かった。医療品の量は、うん、良いって。違うよ。何は。まあ、料理の量だよ。料理の量じゃん、これ。それはか、理科の科だよ。ああ、書き順が違う。いいの。あ、そこにも書くのね、うん、3月の祝日。昨日祝日だったよね。うん。なんかさ、うん、今もだけどさ、うん、あのめっちゃ前のミーミーは学校帰ってきてから何をするのかみたいなさ、うん、やつのさ、動画のさ、ミーミーの字が汚すぎた。そう。うん。そこから書くの。だって分かんないんだもん。徒競走ってどういう意味か分かる。うん、あの短い生徒と走る、うん、なんか字が曲がってるよ。なんでプリントくれてやった。じゃあ頑張ってね、ミミ、うん、ママちょっと夕飯の準備してから行くから。うん、あの今日の朝、うん、ママ煉獄さんの子供とこと連絡さんみたいな。連絡違うよ、煉獄、うん、あと鬼物寺無惨。あ、鬼物寺さん。そうか、とツツジみたいな。ツツジさんみたいなこと言ったよね。鬼物寺さんね、うん、あー楽しみ。楽しみだね。じゃあ靴履いて。ミミ、靴1個しまってくれるかしら。ミミは何が楽しみ。ポップコーンとジュース飲むの楽しみ。キャラメルポップコーンでもいいけど、キャラメルポップコーンちっちゃいじゃん。じゃあ、あれ、プレッツェルのやつが美味しいんじゃない？そう、プレッツェルのやつ好きだけど、普通のかな、こんなでっかいやつ。湯ご飯のポップコーン。いいね。じゃあ、行ってきます。行ってきます。ミミ、ポップコーン買いました。はい、それじゃあ、行こう。行って。試食券や。はーい、帰ってきました。おー、いっぱい食べましたね。一人で食べた。面白かったですね。どうだった？さ、漫画だとさ、読んでみるだけじゃん、うん、けど映画だと一番後ろで見たから、音の迫力もあったし、すごいスピードとか力の出てる感じとかがもっと強く見えた。そうだよね、漫画だとね、まあ想像する感じだけど。おということで、鬼滅の刃22巻も買いましたね。ミーミーはまだ22巻読んでなかったんだもんね。そう、21巻までで、23巻12月の4日だって。それだから買いました。それで、あ、それ、ママがね、それママの
脱プラスチックをしようみたいなこと言ってて言ってました。あの環境のためにおー22巻だ。なんで手に口あんのって。じゃあ今日はミミそれ読んでください。読むはもう今から読む。ミミは誰推しなの？煉獄さん推し。煉獄さんかっこよかったね。でもやっぱ一番は鱗滝さこんじさん似てる。あー負けちゃってる。今はミミ鬼滅の22巻読み終わってママとオセロしてます。1回だけって言われた。もう9時になるからね。やる約束してたのに。ママが白やってるじゃん。ママが白です。さあどこに置く。明日学校か。鬼滅の刃面白かったね。ね、日の神神楽どうぞ疲れた。日の神神楽ね、やられる。私の勝ち。でもこっち見ると白がいっぱいあります。あ違うの、あのね端っこ、ね、あれあこことここ2つ取ればもう勝ち。水の呼吸一の方水面切り。かっこよくない。それならさおしゃれの呼吸一の方置く置くおしゃれの呼吸四の方五切り。あ、こっちも八切り。おお、逆転するか。絶対逆転やんこれ。白の呼吸3の方1、2、3、4、5五切り。おせろの呼吸6の方6切り。勝ったやん。おすごい、ね、勝った。キャー置いちゃったよ。あれ？ない。あれ？ないじゃん。ない。最後ぼない。ないけど、この粒置いたとして。うん、はい、勝負は。ゆうの勝ち。あー、負けちゃったー。ママに勝つなんて珍しい。珍しい。いつもママが勝つのにミーミーの勝ちですね。じゃあおやすみ。じゃあ寝る時間でーす。てかこれさ、うん、あ、なんかすごいさ。すごい綺麗じゃない。斜めとかがない。一切確かに。ほらうちの勝ち。わあヨガの方式がどんどん変えてやって目が慣れたら手を外してくださいみたいなことあるよね。あるね。ママがね言ってたよね、うん、両手を胸の前で合掌しますってやつ。何やってんの。あ、今電気ね消えてたもんね。耳が怖いって言うから電気つけてあげたの、うん、じゃあ寝ますか。なんで怖いの。なんか鬼入ってきたりさ、うん、フラッシュも見てたからさ、なんていうの、怪物とかが入ってこないかが心配なのメタヒューマン入ってこない。入ってきてもねママが水面切りしてあげるから刀もないでしょ。刀はないけど刀がなくてもなんか技とか使えるでしょ。刀パン切り包丁。だってねずこちゃん刀ないけど戦ってるじゃん。あの爪につけたらママもこうやって、うん、大丈夫よ誰も来ないからね。じゃあおやすみ。おやすみ。いい夢を見てね。じゃあおやすみなさい。おやすみ。みんな鬼滅の刃の無限列車編の映画はもう見た。それじゃあ今日はそこまで。バイバイ。チャンネル登録してね。よければグッドボタンも押してもらえると嬉しいです。バイバイ。バイバイ。こちらはもう読んだんですか？はい。面白かった？うん。じゃあおやすみ。おやすみ。おはよう。昨日の映画は楽しかったですね。マジで面白かった。あら最後の1個。鬼滅の刃のふりかけだ。いただきます。うん。はい、鬼滅大好きなミーミでした。